はいどうも、キスケです。今回ですね、ドラゴンボールレジェンズ実況始めていくんですけども、今回はですね、最強パーティーは結局のところ何なんだっていう感じなんですけども、基本的にはもうサイヤ人で固めてあげるのが一番強いんじゃないかなと思います。はい。でこの、パーティーなんですけども、僕ブロリー持ってないんで、ブロリー持ってる方はこの元気玉悟空をブロリーに変えてあげれば非常に強力になるのかなっていう感じですかね。うん。でシャロットはまあお好みかな。うん。まあそのエクストリームの、緑のベジータありますよね。あいつでも構わないと思います。でなんでそんなサイヤ人パーティーで固めるのが強いのかっていうと、まずこいつ孫悟空、Z アビリティですよね。うん。バトル時タグサイヤ人の基礎打撃攻撃力を 22% アップするっていうことで、これはね本当にブロリーとかと非常に相性のいいキャラクターになってます。はい。でパーティーに入れとくだけで、発動するわけですよね、この Z アビリティっていうのは。うん。バトルに出してなくても発動するので、絶対に、揃える価値のあるものなんじゃないかなと思います。でシャロット、サイヤ人の基礎体力最大値を 10% アップ、体力のね底上げをしてくれるわけですよ。ピッコロは何も持ってないですね。でこいつなんか持っとったっけ。あーそうサイヤ人の基礎打撃防御力を 19% アップ、打たれ強くなるんですよね。でベジータは、サイヤ人の射撃攻撃力を 24% アップ、これめちゃめちゃ強いですよ。で赤孫悟空と、はい、サイヤ人の基礎打撃攻撃力を 24% アップ、あのねめちゃめちゃ強いですめちゃめちゃ強いですこのパーティー。うん。基本的にはサイヤ人で固めてるので、出していくのはベジータ、赤悟空、ピッコロっていう、出し方になってくるのかなと思っています。はい。で、こいつねソウルブースト全然積んでないんですよねすごい積んでないんですよ、こんな感じこれは ひどすぎる例ですけど、こいつの使い方は Z アビリティなんで、基本的にはもう PVP で出さないと。うん。なので、相手がね、色が、ちょっと偏ってたりすると、シャロットとか、元気玉悟空出したりするんですけども、基本的にはベジータ悟空ピッコロのパーティーで PVP に潜っていくっていう感じになるかな。はい。なので、この出していく優先順位的にソウルブーストを、結構重ねております。はい。ベジータはこんな感じ、もうちょいで全部100ですね。で赤悟空こんな感じ。うん。でピッコロさんがこういう感じかな。はい。なんか気持ち悪いですよね。もうちょいで100やのになんでせえへんねんって感じやけど、ゼニーが足らないんですよということで、今回はこのね最強パーティーで、PVP 回っていこうかなと思うんですけど、よろしければねチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんでフォローお願いいたします。それでは PVP やっていきましょう。おめえはオラに勝てねえ。さあ対戦やっていきましょう。お相手はまあ黄色がいないんでベジータは出し毒ですね。うん。じゃあこれは、青の方が刺さるか、これさすがに。元気玉悟空、ベジータ、黄色いないんで、黄色おらんので、こういう感じでいくか、OK。さあ対戦やっていきましょう。ほいほいほいよっと、よいよいよいと。でベジータ出して最速で避けたらね入るんですよ。ああこれちょっともったいないな、ミスりましたね。うん。これはもう食らいましょうか、気力を貯めるために。ちょっとベジータの体力、ベジータやっぱ火力高すぎやなこいつ。避けて、ほいほいほい、ほいよいよいと。よし、悪くない。避け、よし、ちゃんとずらしたね。声がちょっとガラガラなと思った。
よっと、オッケー。あー、ずらせないか。まあ、しゃあないな、これは。これはし、あー、ぐわー。まあ、でもね、そんな食らわないんで。いや、ここはちゃんと避け。避けていく。ほいほいほい。よいしょ。ライジングラッシュ行こうか。ライジングラッシュ。じゃあ、緑で行きましょうか。さあ、これ、ヒットすれば。よし。まあ、ベジータだと射撃を選びがちなんでね、相手絶対射撃は外した方がいいっすかね、はい、そう、おら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 、よし、しっかり落としていく、避けてパンチ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 、入れ替えていく。ああ、入れ替えなかった方、いや、これは耐えるでしょう、はい、打撃で。あー、必殺のザーズあったか。おいおい、うーん、残念。いや、これは絶対的に耐えるよ絶対的に耐えて、しっかり回復挟んで、おい、今楽にしてやる。ほら、避け、あ、避けれないか、マジか。うー、これは辛い。あ、これ落ちるかな。今楽にしないで。よし、避けれないよね。で、入れ替えて、よっ、ずらして、おらおらおら、よーし、対戦ありがとうございました。このベジータ様とやり合えるとはなかなかだな。さあ、対戦よろしくお願いします。お相手緑、あ、紫おらんのか。んー、じゃあベジータ出し毒ですね。これ黄色くるよな。辛いですね。辛いな辛いけどどうしようもないか、これ。赤悟空、ブロリー、黄色って感じかな。まあ、これでいくか。うん、迷った時のこれ。さあ、やっていこうか。オッケー、最速で避けてと入るね。おりゃ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 、入れ替えるよね。で、入れ替えて打撃と、ほいほいほい、よいしょ、オッケー。で、ブロリーに変えると思うんですよ、多分。はい、あ、変えないか。まあまあまあ、不利に攻撃してくれるのは全然いいっすよ。ああ、くそ、ちょっとミスったな今。まあ、しゃあないか。ほら、避けてと。ああ、違う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 、何やってんの。打撃を入力したはずやぞ。ほら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 、よいしょ、入れ替えて。ああ、入れ替え、うーん、このタイミングがね、ちょっとね、僕下手くそっすね。前に詰めて、ほい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 。これはね、打撃いってよかったな。射撃、おら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 、ライジングラッシュでも落としに行きます、ピッコロ。あー、変えていく。厄介。打撃にしない方がよかったか。おら、落ちるか。うわー、これはちょっといやらしいっていうか、最悪ですね。ん？今、入らなかったな。おー、打撃でいく。これはね、さすがに3体おるんで、相手落ちるんちゃうかな。いやー、ピッコロ落ちたんでかい。てか、ライジングラッシュ避けられたんめちゃめちゃでかいわ。お、落ちない、ギリギリ。ベジータに変えて、うわー、気絶しとる。気絶してなかったか今。なんだ、動かない。おら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 、オッケー、しっかり落としていく。うふふ、入れ替えて、あぶねー。まあまあまあ、いいっすね。まあ、これも食らいましょう。最速で避けて、射撃、打撃まで入れて必殺圧。ほら、入るよねこれ、最速で打ったよな。おいし、これ落ちてほしいな。ライジングラッシュ避けられたらマジでじわじわくるわ。オッケー、しっかり落としていく。お、戦意喪失したか戦意喪失したっぽいですね。じゃあ、これもうボコボコにしていきましょう。ほいほいほい。なんかね、途中で諦める人やっぱ多いっすね。最後までやってほしいんやけど。結構このご飯硬いんだ。硬い。
結構硬いぞこいつ。よっと、対戦ありがとうございました。俺の勝ちだ、諦めろ。さあ対戦よろしくお願いします。まあお相手バランスよくおるんでこれでいきましょうか。やっていこう。さあやっていきましょう。まあブロリーからだよな。ブロリー持ってる人絶対ブロリーから行くよね。これは入れ替えるよ。ちょっとベジータ来なかったの、持ってなかったか。あーこの人やりますね。これは避けれない。まあ射撃入れていくか、不利やけど。ベジータの時間稼ぎしてもらうか。おーいし、ほらほらほら変えてくるよね。うん、でこっちも変えます。よっと、ダメージを最小限に抑えてと。ほらよ、よし。ちょっと今もったいなかったな。よし、よっと、よっと、ライジングラッシュ行ってもよかったか。ライジングラッシュ行ってもよかった説ありますね。切り替えてと。今楽にしよう、やめてくれ。避けていく、殴っていく。ほら突っ込め突っ込め。あ、これ当たるでしょ。あー、これに当たったか。やらしいな。結構 PS 高いですね。あー、やらかした。これはやばい。射撃で対抗するか。じゃあこれはやばいですわ。ほいほい。ちょっとライジングラッシュ渋りすぎたな。1体でも落としといてよかったな。うわーうわー、強え。ベジータでピッコロにライジングラッシュ当てていきたい。うわー強いなこいつ。おら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 、突っ込んでと。おいおいおい、何をチンタラしてやがる。そうだよな、もう有利になるもんな。そう、これ避けれねえか。結構最速で避けてると思うんだけどな。よいしょ、いえマジ、いやこれはもう負けだな。さすがにきついぞ。そうだな、間に合わねえよな。これはさすがにきついですね。おい、あーミスった。これかかってないよかかってないぞ。さあブロリーをどうするかなんだけど、どうしようもないんだよな。一体じゃ避けないかな。よいしょ、よいしょ、ライジングラッシュ行こうか。まあ最後まで諦めずにやるかくそこいつこいつ。まあ当たれば落とせるかな。オッケー。うわ、グロリー捨てやがったなこいつ。いやらしい。気力回復しかないんだよなこれ。あ、回復できなかった今。これはもう負けですね。貴様ごときでは俺は倒せんぞ。さあ対戦になっていきましょう。なるほどね。どうしようかな。黄色持ってないもんな。しゃあないよなこれは。いやーこれむずいぞ。結構厳しい戦いになりそうやなこのこの対戦は。シャロット入れるか。シャロットベジータピッコロでいく。いやーこれは厳しい戦いになりますな。いや違うな、シャロット悟空ピッコロで。これでさーて対戦よろしくお願いします。残念。これは一瞬で変えていこうか。よっと、変えて悟空に変えてくるでしょ。ですよね、ターレスか。
お、やるな。くそー、やられたぜ。これは避けれない。はい、ブロリーもまだ溜まってないはず。溜まっていく。シャロットに変えて、オッケー、溜めて変えると。おいおい、来い、ほら。で、悟空が溜まるまでちょっと時間稼ぎして、悟空に変えてと。残念。さあ、必殺技を打たなあかんのか。ちょっと記憶を回復しなあかんな。じゃあ、うわ、火力高っ、こいつ。ほい、よっと、オッケー。よし、これで必殺技まで打ち込んでと。はっ、でシャロットに入れ替えて、避けて、最短だよな。よし、ライジングラッシュまで行こうか。ライジングラッシュ、お、マジか。うわ、これ耐えられるか、もしかしたら。いや、ここで落とせればでかいねんけどな。ほいほい、オッケー。いや、落ちねえぞこれ。シャロットの攻撃力が低すぎるわ。落とせ。うわ、カッチカチ、カチカチやな。残念。あー最悪だ。ほいほい、あー残念。うわ、ピッコロ落ちたか、これまずいぞ。これは痛すぎる。はい、頑張るしかないか。いやでもこれ入るよね、落とせるよね。あ、でも回復してんのか。うわ、おい、自分も回復してと。威力貯めてパンチ、殴れ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 、よっしゃ、危ない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 、威力を貯めてと。これはもうしゃあない、受けるしかない。交代もできひんし、ちょっと正直きついぞこれ。2回目のライジングラッシュが決まれば。よいしょ、よっ、ほら、シャロットを舐めるなよ。俺の勝ちだ。回復がね、地味に痛いんですよこいつ。ごめん、ほら、バニシング回復、オッケー。いやー、ドラゴンボール来てくれ、ドラゴンボール来てくれ、頼む。入れ替えていくよな。オッケー、連続で入力してくれたのはでかいですよ。ほら、落とせ落とせ、殴れ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 、そうそうそう、打撃圧は食らっちゃう。うわ、ドラゴンボールさ、来てくれねえべ。これは避けれるよ多分。いけ、避けろ、よ、大丈夫大丈夫大丈夫、避けてと。落ち着いて避けて、ほい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 、もういらないって感じか。ちょっと、おりゃ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 、オッケー。これまだわからんぞ、まだわからんまだわからんまだわからん。いやでもこれ悟空死んでまうわ。死ぬか、オッケー、よし、うっ、いけ。ギリギリ勝ったー、もう危ねえ。はい、皆さんお疲れ様でした。今回ですね、 PVP をサイヤ人パーティーで組んで回ってみたんですけども、いかがだったでしょうか。まあ目に見えてね、底上げされてるっていうのは分からないもんなんですけども、まあ確実にね、強化はされるので、しっかりとね、まあサイヤ人で固めるならサイヤ人で固めるとか、まあパーティーの種族も、考えていかないといけないレベルになってくると思うんですよね、勝ち進んでいくうちに。なのでまあその辺ね、パーティー組む楽しさもあるので、まあ皆さん育成一緒に頑張っていこうかなと思います。はい、
それではよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。 Twitter のリンク概要欄に貼ってるんでよろしければフォローお願いいたします。それでは良きドラゴンボールライフを。バイバイ。